こんにちは、ドクトレーナーレオマルです。今回は日本スピッツという犬種について紹介をしていきたいと思います。日本スピッツって名前にもある通り日本原産のワンちゃんで、日本のペットブーム界に一番最初に火をつけたと言われている犬種なんですが、意外と有名ではないちょっとマイナーなワンちゃんになってます。なので今回は日本スピッツの魅力とか、あと歴史とか、そういったところも詳しく話をしていこうと思うので、よかったら参考にしてみてください。そして動画の後半では実際に飼い主さんの元にお伺いしてインタビューをしていこうと思うんですけど、実際に飼ってみての感想だったりとか大変だったところ、そういったところをよりリアルな声を詳しく聞いていこうと思うので、これからスピッツをお迎えしたい方、もしくはスピッツに興味がある飼い主さんは最後までご覧ください。それでは行きましょう。早速日本スピッツの魅力について話をしていこうと思います。まず一つ目がもう見た目についてですね。スピッツのやっぱり特徴といったらふわふわな紐ですよね。ポメラニアンとかサモエドを彷彿とされるような白くて純白な紐が非常に特徴的なんじゃないかなと思います。でスピッツの大きさなんですが、平均体高が 35cm、 全平均体重が 10kg の一応中型犬に分類されるワンちゃんなんですが、その見た目のふわふわっとした紐も相まって結構大きく見られがちなんですけど、抱っこしてみると意外と軽く感じることが多いので、結構女性の方からも人気があるワンちゃんなんですよね。日本スピッツの毛色についてなんですが、スピッツって毛色が一色もう白しかないんですね。っていうのも日本では白っていうイメージが本当にクリーンな印象だったりとか、高級そうなイメージを持っていたってところから、日本スピッツもこの白っていう毛色しか生み出されていません。で日本スピッツの性格もすごい魅力的で、本当に愛玩犬らしい性格をしてるんですよね。で愛玩犬らしさって何かっていうと、本当に人懐っこくて愛情深いところだと思います。家族に対してはもちろんこう甘えん坊になることもあるし、小さいお子さんがいらっしゃる家庭であれば優しく接してあげたりとか、そういったこう状況に応じてこう触れ方を変えるってこともできますし、あとは他の人に対しても明るくフレンドリーに接することができるので、社交性も非常に高いワンちゃんになってます。で飼い主さんをあんまりこう困らせようとすることもないので、いたずらをすることも少ないですし、非常にしつけのしやすいワンちゃんとしても有名なので、そういった見た目の美しさってところと、しつけのしやすさ、飼いやすさってところから当時はすごい人気を集めたワンちゃんになってます。そんなすごい人気があったスピッツなんですが、やっぱりいろんな原因だったりとかでこう人気を徐々に落としてしまうんですね。っていうのも集合住宅でワンちゃんを飼う人が増えてきたので、やっぱり小型犬を飼う人が増えたりとか、あとは当時やっぱりいろいろな問題でスピッツを飼育放棄してしまう方も非常に増えてしまったので、スピッツが徐々に人気を落としてしまったって背景があります。そういった原因については後ほど詳しく話をしていこうと思います。そんな日本スピッツをお迎えする前に知ってほしいことがあるので、そこも話をしていきたいと思います。スピッツって繊細で吠えてしまう子がすごい多いって言われてます。スピッツ自身がやっぱりストレスを溜め込みやすかったりとか、あとはいろいろなものに対してこう不安を感じることもすごい多いので、そういった不安とかそういった恐怖を感じた時に対してこう吠えてしまうことがすごい多いので、なるべくそうならないように社会化って言って、小さい頃からいろいろなものに慣れさせたりとか、いろいろなものと触れ合わせたりとか、そういった経験をしっかりするようにしてあげてください。であとは今言ったようにやっぱり声が高くて響きやすい声をしているので、もし集合住宅とか、あとは住宅街でワンちゃんをお迎えするときは事前にこうスピッツをお迎えするんですってこう通達しておくと安心かなと思うので、そういったところも配慮をするようにしてあげてください。じゃあなんで日本スピッツが吠えやすい体質になってしまったのかって思うんですけど、スピッツってさっきも言ったようにペットブームを一番最初に起こしたワンちゃんって言われてるんですけど、その時にいろんな人がスピッツを欲しがったんですよ。なのでその時にブリーダーさんじゃない人がこうスピッツをとにかく繁殖させまくって、まあ、乱繁殖って言うんですけど、そういうのを繰り返してしまったせいで吠えやすい、ビビりやすい、そして噛みやすいワンちゃんが生まれてしまいました。でその当時っていうのもやっぱりしつけっていう概念がないので、噛む、吠える犬じゃあいらないって言って飼育放棄をしたりとか、まあ、そういった背景で人気がなくなってしまった、落ち着いてしまったって背景があります。ただ今はスピッツの愛好家の方だったりとか、そのスピッツのブリーダーさんが大切にスピッツを育てて守ってきたので、だいぶその気質っていうのが落ち着いてきて非常に飼いやすいワンちゃんになってるんですよね。なので僕も何回かいろんなスピッツに会ったことあるんですけど、結構吠える子って本当に少なくて、結構どっちかというと甘えん坊だったりとか、本当にフレンドリーに明るく接してくれることが多かったので、だいぶその昔のこう吠えやすいっていう体質だいぶ改善されてるんじゃないかなと思います。なのでこれからスピッツをお迎えしたいと考えている方は、なるべくブリーダーさんからお迎えするようにしてみてください。まあ、そういったことを理解しているブリーダーさんであれば、なるべくストレスをためないような環境作り、24時間誰かスタッフがいらっしゃるとか、あとはのびのび遊べる空間があるとか、ワンちゃんのことを最優先に考えたストレスがかからない環境を作った上で、そこでスピッツの後輩だったりとかお世話をされている方が非常に多いと思うので、なるべくブリーダーさんからお迎えするようにしましょう。でお迎えの相場としてはブリーダーさんが30万円ぐらいから、でペットショップだと大体35万円ぐらいからでお迎えいただけるところが多いです。ただペットショップだとさっきも言ったようにやっぱりこうショーケースの中で過ごしているので、どうしてもこうストレスを溜め込みやすくなってしまうので吠えやすい子が多いんですね。なのでなるべくはそういったこうのびのびワンちゃんが遊
べる環境があったりとか、常にスタッフがいるような環境で過ごしているスピッツをお迎えするといいかなと思うので、なるべくブリーダーさんからお迎えするようにしてみてください。そんな日本スピッツをお迎えしてから気をつけたいところをやってあげたいことについても話をしていこうと思います。でまず一つ目がやっぱり紐のケアですね。あれだけ純白な綺麗なコートをしているので、変な話ちょっとの汚れでも結構目立っちゃうんですよ。散歩帰り足の裏が茶色くなってたりとか、あとはこう食後口の周りもちょっとご飯がついてたりとかすると結構目立っちゃうと思うので、そういったケアはしっかりやるようにしてあげてください。なのでブラッシングとシャンプーは欠かせないかなと思います。ブラッシングは毎日やっぱりしっかりやってあげないと毛玉になってしまって、もう皮膚のトラブルにもなってしまうので、しっかりやるようにしてあげてください。でシャンプーなんですけど、実はこう白い毛のワンちゃん用のシャンプーっていうのがあって、例えばゾイックのホワイトニング用シャンプーだったりとか、自然流の白毛犬用のシャンプーがあったりとか、そういった白い毛のワンちゃん専用のシャンプーなんかもあるので、それを使ってシャンプーをしてあげるとよりこう白いコートを保てるようになると思うので、そういったシャンプーも使うようにしてみてください。で食事管理に関してはやっぱりこうフード選びがすごい大事になってくるんですけど、まあ、グレインフリーといって着色料が入っていないもの、添加物が入っていないものだったりとか、ヒューマングレードといって人間の食材と同じ基準で作られたもの、まあ、そういったフードを選ぶようにすると口周りの汚れってもなくなってくるので、まあ、体質改善のところを意識してフード選びも慎重にやるようにしてみてください。で涙焼けに関しては、僕はその時プードルのブリーダーで働いてたんですけど、やっぱり涙焼けする子がすごい多かったので、そのご飯に対してアイビタっていうシロップを一滴垂らすだけで涙焼けがなくなるっていうアイテムがあったので、日本でちょっとまだ売ってるかわからないんですけど、もし見かけることがあったらよかったら参考にしてみてください。でもう一つお迎え後にやってほしいこととしては社会化になります。社会化って分かりやすく言うといろんなところに慣れさせるってイメージだと思うんですけど、その感覚でいろいろなところにこう連れてったりとか、いろんな人と触れ合わせてしまうと、スピッツのようにこう繊細でストレスを溜め込みやすい犬種にとっては逆に不安に感じてしまうことがすごい多いんですね。社会化の反対の言葉で鋭敏化って言葉があるんですけど、鋭敏化っていうのはいろいろなものに対して逆に不安を感じてしまいやすくなることを言います。スピッツのようなこうストレスを溜め込みやすいワンちゃんにとっては鋭敏化してしまう子が非常に多いので、そうならないように社会化は慎重にやるようにしてあげてください。例えば散歩の場合で言うんだったら、まず玄関から出てみて、そこで大丈夫そうだったらちょっとずつ歩いてみる、慣れてきたら軽くお散歩に行くようにする、でそれも慣れてきたら今度は広い公園に行ってみるとか、段階を踏んで社会化っていうのを慎重にやるようにしてあげると、そういった鋭敏化することもなくなると思うので、そこは慎重にワンちゃんの性格を見極めながら社会化をするようにしてあげてください。でここまでスピッツの基本的な情報として歴史などを振り返ったところで、早速飼い主さんの元へインタビューしていこうと思います。今回インタビューさせてもらうのが日本スピッツのボス君って男の子になります。一体どんな話が聞くのか、どんな性格をしているのか、すごい楽しみです。早速インタビューへ行きましょう。じゃあ早速なんですけど、モス君をペットショップさんとかブリーダーさんとか、お店はどちらからお迎えだったんですか？ブリーダーさんです。ブリーダーさん、なんか難しいよね。ブリーダーです、ね、あ、そっか。ブリーダー、はい。このブリーダーさんからお迎えした経緯みたいなのもお伺いしても大丈夫ですか？主人の友達が他の犬種のブリーダーをしていて、その友達にスピッツのブリーダーさんを紹介してくださいっていうことで、そこのブリーダーさん。そう、はい、そうなんです。何の犬種をやってらっしゃるんですか？トイプーとゴールドベンって言ってました、ね。はい、紹介で。その友達にパピヨンかスピッツでいい子がいたら教えてっていう話をしたら、数日後に静岡のブリーダーさんで男の子が1頭余ってると。でそれでもうちょっとでショップに行っちゃうんで、あ、じゃあっていう。長毛で割とアクティブで、あ、でもキツネっぽい顔が好きで、キツネっぽいワンちゃんが良かったんですね。じゃあそんなにこう他のスピッツを調べたりとかはしなかったんですか？じゃあペットショップに見に行ったりもしました。あ、そうですね。いろんなペットショップを見て、でお知り合いのブリーダーさんからもこういう子いるよってきて、でその子が一番ビビッときた。まあ正直ショップからお迎えする予定はなかった。それは何か考えが？まあ基本的にブリーダーさんからっていう、やっぱり両親の顔が見れるので、うん、ブリーダーさんだと将来が想像しやすいというか、どっちかに結構似たりするじゃないですか、っていうのでやっぱブリーダーさんからなんかいいですか？お迎えするのは絶対ブリーダーさんというのも決めてらっしゃったんですね、うんうん、そうです。あ、そこは結構僕たちのこうチャンネルとしてもやっぱそういう人を増やしたいっていうところが目標なので、はい、具体的にどういうところが買いやすいって思いますか？
まあ、まずフレンドって、とにかく、愛情深いって言いますもんね。ですよね。適度に活発で攻撃性がほぼないです。じゃあやっぱフレンドリーで人懐っこいところがやっぱ飼いやすい。そうですね。いや逆にモス君をお迎えして今どれぐらい経つんでしょう。1年そうですね、4ヶ月。1年4ヶ月ぐらい、はい、1年半弱ぐらい、はい、過ごしてきた中で一番これ大変だったなみたいな時期とかあります？毛ぐらい。あ、そうですね。あ、抜け毛。黒い服着れないっていうのが白なので。本当にない。問題が。裏声もほぼない。まあでも波だよね。普通。普通でなんかこう特別これがしんどかったなみたいなのは。何かこうお家の中で家具をかじられるとかもないですし、子犬の時から何かこうしつけとかトレーニングとかはされてたっていうわけではないんですか。しつけ担当です。しつけ担当。旦那様。旦那様。そんなにかっちりやってないんですけど、はい、具体的にどういうしつけを。あんまりわがままをさせないようにしたぐらいです。わがままにさせないというのはどういう感じですか。あ、僕あれなんですよ、もっと訓練士なんですか。警察犬の訓練所行ってたんでっていうのがあるんで、一応ちょっとこう抑え気味にわがまま出ないように。じゃあもう全て分かりました。でこちらは元ペットショップの店長なんです。そうなんです。ペットショップからは迎えないんです。そうなんです。選び方とかも分かるんで、一般的じゃないと。じゃあ、 モス君の話に戻して、スピッツってさっきもちょっとお話ししたんですけど、一般的に吠えやすい子がすごい多いんですよ。というのも警戒心がやっぱ強い子が多くて、ビビっちゃって吠えちゃうみたいな子がすごい多いんですけど、モス君に関してはどうですか、吠えたりとか。神経質な吠えっていうのはほぼ出ないです。お友達スピッツもね、無駄吠えする子って、ね、いないよね。興奮してちょっとワンとかっていうのはあるんですけど、はい、そうなの。その程度。じゃあその昔言われてたような吠えやすいとかは全然感じない。ない、全くないですね。じゃあもう本当抜け毛ぐらい、うん、そうですね、本当にない。本当に賢いよね。そう、賢い、思ったより頭がいいですね。普段どういう時に、あ、この子賢いなって感じるところあります。私がお仕事行く前に、はい、こうテレビを消すんですね、うん、そしたらもうさっとハウスに入ってくる。あ、行くんだよねっていう感じで、仕事行っちゃうから入るねみたいな。そうです。えらいですね。そうなんです。あ、じゃあ普段はフリーでは過ごしてないんですか。お留守番の時は、はい、サークルに入ってます。寝る時もそうですね。さっきもおっしゃってたんですけど、やっぱスピッツちょっと活発なところあるじゃないですか。運動量としては結構多いんですけど、やっぱ朝夕1時間ずつは行きますね、お散歩に。でもそのずっと歩いたりとかずっと遊んでるわけではなくて、やっぱお友達と話してて、モスはずっと座ってるとか、そういうのが違う。道草寄ったりとか、ちょっと会話しながら食べてるみたいな。でも1時間も行ければ満足だな。お子さんたちもすごいですね、ちゃんとリード持って一緒に。彼女は一人で行ってくれるんです。すごい。すごい。日本スピッツという犬種について紹介させてもらいました。インタビュー中もモス君がずっとお子さんと遊んでる姿がすごい印象的で、本当に楽しそうな家庭だなと思いました。飼い主さんがおっしゃってたんですけど、これからワンちゃんをお迎えするんだったらぜひブリーダーさんからワンちゃんをお迎えしてほしいって話をおっしゃってましたよね。日本スピッツって過去にこう人の手によってこう気質を崩されてしまったワンちゃんなんですが、今のブリーダーさんたちの努力のおかげで本来の姿を取り戻していると思います。なのでこれから日本スピッツをお迎えしたい方は、ペットショップじゃなくてブリーダーさんでお迎えすることで本当にスピッツらしい子をお迎えすることができると思うので、これからスピッツをお迎えしたい方はぜひブリーダーさんからお迎えすることを検討してみてください。で今東京神奈川エリアで無料のトレーニング依頼も受け付けています。ワンちゃんのしつけで悩んでいらっしゃったりとか、これからワンちゃんをお迎えするんだけどどういうところを気をつけたらいいか、そういったアドバイスなんかもしようと思っているので、もし興味がある方はぜひ概要欄からお問い合わせください。